タッチして、はい、いいですね、ナイスパス、グッドです。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、ゴール下の合わせのプレーのパスがなかなかゴール下の選手に通らずにですね、ディフェンスにカットされる、もしくはパスは通ったんだけどシュートに持ち込んでいけない、こんな状況を解決する一つの、パスの仕方をご紹介します。で、どういうことが起こっているかというと、まあ、彼ガードの選手がこのゴール下に向かってアタックを仕掛けます。そこから裏のプレイヤーにパスを狙っているのですが、一度やってお見せします。お願いします。こう高い壁に阻まれて、はい、パスをしたんですが、今のようにちょっと深いところにボールが行ってしまって、そしてシュートにも持っていけないっていう。で、これ何が起こってるかを解説するんですが、まあ、このように彼がリムアタックをして、目の前のディフェンダーと、そこを通過してパスをしたいという状況なんですが、これ胸でボールを構えているので、ここから何かバウンスパスも狙いたいんですが、勘どころのいい選手で手がむちゃくちゃ伸びてくるんですよね。なんか出しづらい。結果、立体的な上にパスなんですが、このパスが力んでしまって、深いところに行ってしまうっていう現象です。なぜこうなるか、もうこのアングルしかないんですよね。この斜め上に向かってしかもうノーマークゾーンがないんで、もうとにかく速いパスを出そう。したら奥に行ってしまう。じゃあ仮にこれをちょっと調節して緩くしてしまったら、このように、はい、パスした瞬間、はい、もう戻れちゃうんですよね。なんとも言えないこの難しいシチュエーションなわけです。ここの角度から出せる速いパスもダメだし、緩いパスもダメだし、じゃあどうすればいいんだっていうことで、結構こういうシチュエーションって起こってます。で、私が一つ推奨しているのは、この平面のアタックをしたシチュエーションですね。この状態であれば、まずこの平面に集中します。で、この平面のアタックでしっかりこのディフェンダーの意識を集めたら、この人が反応できないタイミングで上に飛び上がってパス。ジャンプして、立体のノーマークをこの人よりも先に作って、ここから振り下ろすようなパスですね。はい。これ結構狙えます。まあ、ジャンプパスはダメだっていう理論はあるんですが、まあ、合理的に考えたときに、ここに答えがないんですよ。ただ、この人よりも早く動き出せるっていうことを前提条件にした場合は、この上が空いてます。で、実際私もこういうパスいっぱい通してきました。ちょっとライブでお見せします。アタックします。これですね。はい。上から振り下ろせば、今のように時間をかけずに、味方に届けることができます。じゃあちょっと彼にも、やっていただきたいと思います。攻める、平面で攻める、そう、そこから、はい、そういう感じですね。はい。っていうプレーをぜひ作っていってください。で、このプレーですね、尾ひれをつけるとしたら、あの選手を見ずに、外側とか見るとですね、そこからノールックでパスを出すと、より騙されやすくなります。アタック、止めた、諦めた、諦めてないみたいな、ね、こういうトリックですね。じゃあそこもちょっと一度味付けして、もう一度トライしていただきます。お願いします。アタックして、はい、いいですね、ナイスパス。グッドです。はい、今のような形ですね。ぜひ、これ結構実践の中で起こりうる問題の一つだと思います。あのようなディフェンスをされた場合は、今のような立体的なパスも、一つ選択肢として、取り出せると思いますので、ぜひ同じような状況でお困りの方、このプレーも、トライされてみてください。はい、今回はですね、ゴール下の合わせのパス、この実践駆け引きについてお伝えさせていただきました。で、これとはまた別の、その前ですね、外回りからドリブルの1-1の1対1のムーブで出し抜いていく。そんな時に使える実践的な4つのドリブルムーブ。この動画レッスンをですね、今無料プレゼントとしてお渡しさせていただいております。で、そのプレゼント動画が日本全国63,000人以上の方にご覧いただきまして、試合でうまくいった点を取ることができましたということで大好評いただいております。で、そのプレゼントがこの動画の概要欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。